ロードワーク終わりました。すいません、 iPhone ぶっ壊れてて電源落ちました。先ほど花火くれた人ありがとうございます。俺言えないですいませんでした。なんか iPhone 調子悪いっすね。最悪です。おはようボン。なんかおかしいな、ガクガクだね。なんか壊れてんな。冷蔵ガクガクだよね。ダメだな、もう壊れてますね。おはよう。天気いいっすね。朝です。やっぱヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん途中で切れましたね。途中でバツって切れちゃった、ごめんね。なんかね、最近ね、あのランニング配信やるとブツって切れんだよね。なんか多分寒いところに行くとバッテリーがねなくなるんだと思う。もうぶっ壊れてるよ。誰だったんだろう、花火くれたの確認できなかった。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さんも走り終わったんですか？もうランニング終わったよ。携帯買わないとダメだな。もう終わった。タイムは分かんなかったね、放送切れちゃったから申し訳ない。でもね、ちょっとね、胃にカレーが残ってて走りづらかった。今度から食べる前に走る。すげえお腹痛かったもん。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、うん、早いですね。お疲れ様です。お疲れ。今日の4日目のランニング終わりです。ロードワーク。
猫の目さんはどう、おはよう。おはよう。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、さっきダンスしたらめちゃ疲れた。ダンスしてたんだ。ああ、家が新しくなってる。改築してる。着きました、我が家。さっきアイテムくれた人誰だったんだろう。悪いことしたな。ただいま。お疲れ、みんな。家着いたわ。ああ、疲れた。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、お帰りなさい。ただいま。うわ、結露だ。曇っちゃった。ナタラージャさんはどう、おはよう。おはよう。ナタラージャさん、メガホンをプレゼントしました。ありがとう。サンワド監督、おはよう。おはよう。ハンナ南風さん、おはようございます。おはようございます。ハンナ南風さん、パフェをプレゼントしました。 ありがとう、パフェありがとう。ありがとうね。いや、疲れた。ダメだ、飯食った後、飯食った後は配信じゃないや、ロードワークダメだ。一切禁止だ、飯食った後は。これはダメだ。あれ、まだ曇ってんのか。パフェありがとうね。メガホンもありがとう。そうそう、さん、おはよう。おはよう。頑張ってんね。頑張ってるね。黒さん、鼻の下ピクピクするの癖なのかな。ヒゲのせいでウサギちゃんみたいですよ。あのね、顔面麻痺なんだよね。そうなの。癖なの。こういうやつでしょ。こういうやつでしょ。顔面麻痺の。あの、チックって言うんだけど、チック症で検索すると出てくる。ハンナ南風さん、スターマイン。あ、スターマインか。スターマインありがとう。そうそう。おはよう。いや、まだ体力戻らないね。体力全然戻らない。
さっき誰だったんだろう、花火投げてくれた人。なんか携帯電話がぶっ壊れてさ、ロードワーク行くと多分寒いからだと思うんだけど、バツって切れるんだよね。でしばらく30分ぐらい戻らないの。参ったよ、 iPhone 新しいの買わねえとな。どこら辺だろう。スタマインパチパチありがとう。みーすけさんおはよう。みーすけおはよう。ナタラージャさん、みんなの代わりがぶとろして。オッケーオッケー、生意気なみやみぶっ飛ばしてくれよ。みーすけさん大花火、わあ大花火ありがとう、しました。ありがとうございます。おはよう。ハンナ南風さん大花火、ののすパチパチ。ありがとう。あ、捨て頃の席みんな便所さんに言ってね。もう先行発売してるからね。取りこぼしなく VIP 席とか求めてる人は、あのもう発売始まってるみたいなんで。あとね、映画の特殊メイクの写真はあのツイッターにあげたんで、もしよかったら見てください。ツイッターに上がってます。ていうか小川さんのチャンネルが消えたのがすげえ気になるんだけど、大丈夫なのかな。小川祐希さんのチャンネルがバンになってんだよね。なんでだ。世間ではもう会社始まってんの？お勤めは。あ、あとあれだ、無事にふわっちの審査通ったわ。お金あの引き出せるわ。ご報告までに。さんよかった、うん、すぐ対応してくれたね、運営さん。すぐ対応してくれた。ヤンデレラアットサメちゃんの彼女さん、テルチャンピンは審査通らないらツイキャスに行ったみたい。ハンナ南風さん、何分くらい走ってきたんですか？40分50分ぐらいかな。前はね、セゴロ2の時は30分でノンストップで駆け抜けられたんだけど、今ね体力が戻ってない。そこまでもう止まって止まって歩いて歩いてやってるから、40、50分かかってると思う。遅い。もうゆっくりリハビリ状態だね。リハビリです。まあでもね、徐々に肺活量とか戻ってきてるから、多分続ければまた元に戻ると思うんだけど。
まだ体力は全回復してないね。そうそう、さん続けるのが大事。そうね。だ今日はね、飯食った後に走ったのが失敗で、もうずっと左の脇腹と胃が痛かった。サメちゃんの彼女さん、サメ島さんも30分ぐらいで審査通ったみたいです。あ、そうだったんだ。俺2日ぐらいかかったけどね。まあ正月だったからだと思うけど。早いね、鮫島さんね。すぐ審査通ったよ。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、審査通らないとかあるんですね。いや、聞いたことないけどな。だってあれだよ、なんだっけ、住民基本台帳カードとか出すだけだよ。パッて。まあでもテルが辞める理由ちょっとよくわかんないよな。テルだってふわっちだけで2800万稼いでるわけだから、ツイキャスに移動する必要あったのかな。テルはなんだろうね。テル軍団はふわっち残ってるんでしょ。謎だよな。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、税金の話も出てますよね。あ、税金は払ってるよ。テルは、テルは税金払ってる。確定申告用紙見せてもらったもん。しかも税理士つけてちゃんと払ってたよ。結構払ってたよ。前回の1700万の時見たもん。すごかったよ。えぐーと思って、本当に1700稼いでんだと思って。見たことねえよ。しっかりちゃんと100万払ってたよ。やっぱり作るか。ポカリ作ってくるわ。ヤンデレラーとサメちゃんの彼女さん、粉末のボカリかな。あー、うまい。
魚姫さん、おはようございます。おはよう金魚姫。おはよう。そう、粉末のポカリ、リスナーさんから粉末送っていただいたんで、そう、粉末だと味の薄さ調整できるからさ、あんまり濃いめだと甘ったるくて飲めないから、スポーツ後は薄めのポカリ作ってる。ハンナ南風さん、かなり汗かいてますね。さっきから髪が気になって気になって。これはジェルですね。これはごめんなさい、ジェルですね。髪の毛はこれセットしてるんだけど、ハンナさん申し訳ない。なんかミースケさん苦笑い。うん、コロヨシさん、ワドさん、おはよう。おはよう、コロミ。おはよう。ハンナ南風さん、ハンナ南風さん、いいね、ありがとう。30個プレゼントしました。サンキュー、ありがとう。テミさん、おはよう。おはよう。今回のふわっちのペンギン枠やウサギ枠を設けたのには素晴らしいと思ったけど、ワドウはどう思う？全く素晴らしいと思わなくて、ペンギン枠とかやめちまえって思ってるけど、どこが素晴らしいと思ったの？逆に聞きたいと思うんだけど、何がどう素晴らしいんだろう？ウサギはまあ復活だけど、ペンギンはアイテム禁止枠じゃん。それ何の意味があるのっていう感じかな、俺からすると。アイテムが使えないフワッチとかって何の意味もないでしょと俺は思う、うん、多分これはあのキツネみたいに残らないカテゴリーだなっていう。まあ最初誰かやるのかもしんないけど、なんか俺はね、アイテム無料イコール素晴らしいっていう日本人の文化大嫌いなの。素晴らしいもの、資本主義を採用してる以上、素晴らしいものにはお金を払うべきだっていう風に考えてて、タダでやってる人ほど尊いとかってなんか間違った価値観だと思ってるんだよ。なんかいいものにはお金が集まるのがいい社会だと思うし、なんか日本人がそこは勘違いしてるところなのかなっていうふうには思いますね。無料イコールいいことじゃないって。例えばそのボランティアっていう言葉、日本のイメージだと無料でやることが当たり前っていうふうになってるけど、海外ボランティアって給料もらって当たり前の感覚なの。だから慈善活動イコール無料ではないから、無料イコール素晴らしいわけではないっていうのは俺の主張かな、正直。
逆にどこが素晴らしいと思ったのかを教えてもらいたいぐらいですね。俺はほら金銭的そのなんだろうな理由でふわっちやってる部分ってあるから、正直はっきり言ってお金が稼げないんだったら俺はふわっちやる意味はないと思ってる。ニコ生との差をつけるこ、つけることをつけるって意味、ニコ生との差をつけることをつけるって意味いいと思った。ほう、ニコ生はもうライバルじゃないよ、テミ。ニコ生はライバルじゃないんだよ。ふわっちってツイキャスよりも売り上げ多いサイトなの。ふわっち、今、売上高で計算すると、ショールームセブンティーン17ね。ショールーム17、第3位がふわっちなのね。で、ニコ生なんか、比にならないぐらい、その生放送っていう分野では稼げてるから、だから、なんだろう。ニコ生は、もう、本当に終わってるコンテンツだと思うよ。多分ニコ生見てた人とか少ないと思うよ。ニコ生と何かを比べるっていうのは3年ぐらい前に終わった文化だと思ってて、誰も見てないでしょニコ生とか。メリットデメリットっていうか、俺はね、無料イコール素晴らしいっていう考え方が嫌い、正直言うと。じゃあ例えばさ、みんなが働いてる職場でなんか給料払わないって言って、給料払わないのが素晴らしいんだっていう考え方が広まったら、何言ってんだこいつって思わない？いや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 、仕事をしていいものには対価払うし、何でもかんでもタダではないでしょうって思うでしょ。俺はなんだろう、何かその人にいいなって思うものをやってるたりとか、なんだろ、人に評価されるっていうのは、なんだろう、お金であるべきなんじゃないかなっていうふうには考えてるけどな。だからよくいるんだけど、応援してますとかファンですとか言うけど、なんだろう、俺なんだろう、誰かのファン、ミュージシャンのファンだったことあるし、漫画家のファンでも絶対お金落とすもんね、ファンだったら。例えばそのお金払ってないで YouTube で見てるコンテンツとかって、ファンでも何でもなくて、そのただまあただだから聞いてるとか、そのレベルだと思ってるから。だって商品を買うとかさ、その人にお金が回るようにするっていうことが、なんだろう、価値として認めてるわけじゃん。自分、他のものにお金を使うよりもこの人にお金を落とした方が自分にいいものが返ってくるっていう保証があるから、それを買ったりしてるわけでしょ。俺はそういう風に思うけど、金使ってないっていうのはファンじゃないと思う。だしなんか北朝鮮とか行った方がいいんじゃないのみたいなここ資本主義の国だから。なんか漫画村の例えがすごくしっくりきて、自分の中で。なんか漫画村を擁護してた人、無料で漫画が読めるサイトで漫画村ってあったんだけど、俺らが無料で見て宣伝してやってるんだっていうことをユーザーは言ってたの。だけどその漫画村が潰れたら出版業界の売り上げが戻ったって言って、漫画にお金払ってる人がちゃんと漫画にお金払うようになったし、出版業界はちゃんと売り上げが戻ったし、漫画の作家からすると印税がアップしたわけだから、結局無課金で見てるバカなやつが損をしただけで、ちゃんとお金を払ってコンテンツ育ててる人、仕事でやってる人、漫画家さん、コンテンツホルダーとか全員得したの。
だからなんだろう、何でもかんでもただただただって言ってる人は俺相手にしたらダメだと思ってるね、正直。要はただで人集まってるっていうのって誰でもできることなんだよ。そう、むしろね、何の価値もないっていうことだからね。100人集まろうが1万人集まろうが、ただのものはただなんだよ。それは俺は価値がないと思ってる。花火3個ありがとう。正直ね、だからね、なんかこう無課金のリスナーのコメントを俺読み上げたりとか返信する、答えたりする義務とかないと思ってるもん、正直。そう思わない？正論だわ。まあいや、正論とかじゃないんだよ。別に無料でいいっていう人もいるんだよ。俺ね、そのなんていうのかな、あくまで言ってるのって俺の考え方とみんなの考え方違くていいと思ってて、俺は共感されるために言論活動やってるわけじゃなくて、いや俺は33年間そう思ってきて、俺にはこういう理由でこういう風に配信取り組んでる。で、別の考え方の人はを反論しようとか俺の考えに同調してほしいわけじゃないのよ。テミがなぜ無料だといいと思ったのかが知りたいの。別に俺の考え方に賛同してくれて、ああ そうだねって言ってくれるのも一個いいんだけど、なんかね、その自分なんつうの、世界が全部別の考え方してていいと思ってて、でその中ですげえ考えてるか考えてないかだと思ってて、考えてるか考えてないか。ただ俺はその何でもかんでも無料イコールいいことみたいな風潮ってすごく嫌だ。例えば一つ言うと、NPO 法人がすげえ流行った時があって、NPO 法人イコールいいこと、 NPO 法人やってる、でも詐欺がすごい横行したの。これどういうことかっていうと、 NPO 法人が慈善活動をすると、で、非営利特定企業、非営利特定企業って書い、日本語名だそうなのね、 NPO 法人って。商売したらダメだと思ってるの、勝手にイメージで。翌年に利益を繰り越せないだけであって、お金儲けるんだよ。だから助成金とかも降りてて、どういうことかっていうと、ボランティアで扱う人にね、8時間労働、要は募金箱持たせるために助成金で8000円国から NPO 法人もらってんのね。
で本来募金箱持ってる人は時給1000円をその国からの助成金で払われないといけないところをタダで働かせて、で募金箱に入った1万円とかが NPO 法人に入り、国からの助成金8000円が NPO 法人に入り、じゃあ NPO 法人はそのお金を募金に入れてるのかっつったら何パーセントか少し入れてるだけで、 NPO 法人の社長室とかがソファーとか高級デザイナーソファーとかばっかりだった詐欺事件の時あったのっていうのを知らないじゃん日本人って。そういうそのなんつうのイメージに先行されてるような感じとか、無料イコールいいこと、でもその現場の人はアフリカの子供たちのためにワクチンのためにとか本当に思ってやってるわけでしょ。だから無知とかって本当に無知の方が本当なんつうの罪が深いんだよ。愚かさの方が罪が深いの。だからといって俺は慈善活動が悪いって言ってるわけじゃないのよ。そう、資本主義っていうのはいい、頑張った人がお金を回るようにする仕組みだから、頑張ってる人にお金が回るようにしない社会が良くならないんだよ、このルールでやってる以上。それは低賃金の会社で働けば働くほど低賃金の会社の考え方を助長してるのと一緒で、その低賃金だったら働かないっていうボイコットの活動とかアメリカとかヨーロッパだってやるじゃん。いや給料上げろっつって座り込んで店勝手に閉めてとかやるじゃん。で国が動かないから、じゃあ給料上げるから勘弁してくれって言って経営者が折れて給料上がってやったとかやってるわけじゃん。ないとね、株主が儲かるだけだからね、経営者と。現代の奴隷社会の仕組みができちゃってんだよ。戦わないとダメなんだよ、やっぱ。俺は頑張ってる人が、金持ちになる社会の方がいい社会だと思ってるから。能力がある人、頑張ってる人、人に喜びを与えられる人とかがこう活躍できる社会を望んでるかな。だからその代わり自分に課してる部分、無料で何をしてるのか、お金持ちからお金をもらうことは俺は悪いことではないと思ってるから、お金持ってる人からはとことん貢いでもらうけど、その代わりお金持ってない人にくれくれって絶対やらないから、それは自分に課してる縛りかな。情報は提供すると、自分の体験とか。チコさん鼻すごい高くてかっこいい。いやテミさん、さっきの話だけどペンギンはクワにコナマと同じと思ったけど、ニコナマはただでも米で成り立ってるからいいけど、クワッチはアイテムないと何の意味もないと思った。いや、フワッチアイテムないと意味がないわけじゃないよ、放送だから。じゃあニコナマと同じじゃないんだって。ニコナマは月に500円徴収してるじゃんなのに配信者とかに還元してない、コンテンツホルダーに還元してないから運営総取りでしょっていう問題で、フワッチはじゃあその何ペンギン枠ってやってもリスナー、頭弱いリスナーとかがこの人無料でやってて偉いって勘違いさせて好感度上げるだけじゃん。俺はそういうのが嫌なんだよ、そういう汚えやり方っつうか。
フワッチがじゃあ全員ペンギン枠でやってみろよ、会社潰れるんだよ、綺麗事をやるなっつってんの、成り立たねえじゃん。でしょ、どうやってこのサイト運営して、どうやってこのサービスが成り立ってるかっつったら、リスナーさんお金投げてくれてるからなんだから、そう思わない？でお金もらって何が悪いんだよっていう強い姿勢でやれよ、堂々と。運営は何迷走してんだよって俺は思うよ。だったらペンギン枠とか限定でやらないで配信者に選ばせろよ。配信者がチェックボックス入れるだけでうちはコメント禁止枠ってできるようにしろよ。それができないんだろ運営は。違うか、そんな綺麗事やんなよ。俺嫌いだよそういうの。いいサービス作ってるんだから堂々とお金もらえばいいんだよって俺は思うよ。お金もらわなかったら会社なんか成り立たないんだから。自分の従業員に対するねえ、従業員とかシステムエンジニアとかねえ、そういう人たちはじゃあどうやって稼ぐんだって話になってくるでしょ。こんなの還元でもなんでもない、俺はペンギンなんか絶対やらないよ。堂々とお金もらうよリスナーさんから。何の後ろめたいこともないもん。プライベート全部さらけ出してやってんだからこっちは。それを応援してくれるリスナーだっているんだからさ。行ってらっしゃい。ふざけんじゃねえよ本当に。ナタラージャさんちゃんマンリアルでアンチ殴って鼻の骨折ったみたい。鼻は折れやすいからね。鼻はすごい折れやすい。俺も何回も折ってる。な、鼻曲がってんだよね。でもあれはリスナーさんが悪いと思うよ。リア凸した人が悪いんだよ。いきなりウナの家、仮想配信者がピンポン押して乗り込んでウナの首根っこ掴んだって、要はいきなり暴漢が来たようなもんだよ。不法侵入で暴漢来て撃退してんだから正当防衛だよ。俺は今回ウナ悪くないと思うよ。ナタラージャさん、そうなんや。うん。
俺はそのただで何かをやっていい時っていうのは条件があると思ってて、そのお金に代わる付加価値をその人に提供できるかどうかだよね。わかる？要はあの価値と価値との交換なんだよ。だからなんだろう、例えばそのまあ漫画家とコラボするとして、俺を漫画のイラスト描いてもらうんだったら、俺は配信でその漫画家先生の情報を拡散するとか、なんかそのお金に代わる対価を何を持ってるかだと思ってるの。例えば漫画家がイラスト描いて、エアコン修理屋さんが漫画家のエアコン直してとかさ、ただの条件が成立するときは俺はすごく限定的だと思うよ。価値と価値の交換さえ成り立ってれば経済は成り立つと思ってるけど、その貨幣っていうのはそれの代替品じゃん。要はただより高いもんないってことだよ。よしさん、大体イコール大体ね W。 大体って読むのありがとう。大体本当だ、ありがとう。ナタラージャさん、費用対効果、費用対効果は意味が違う。100円の費用をかけて効果が110円あったとか、90円分の効果しかなかったとか、そういう意味だから費用対効果は使い方が違うね。要は価値と価値が釣り合ってるかどうかってことね。パピコさん痩せましたね。痩せたかな。
黒さん痩せてねえよわら。
ボロンジさん60人もいて、なんで無言なんだ。ボロンジさん作業枠？うん。うん、作業枠じゃないよ。コメントないから作業してるだけ。ボロンジさん無言で60人かイケメンすぎだろわら。いいんじゃない、無料でも無料で見て離れないってことは60人が楽しんでるっていう判断をしてるけどな俺は。ボロンジさん顔を見てるってことだよな。いや、わかんない、一言も喋ってないから。いいんじゃない別に、なんか喋るだけが表現じゃないし、顔見て楽しいと思ってたり無言でも楽しいって思ってる人がいるんだから、もう何でもいいと思うよ、成り立ってるんだったら。もう長いしね、なんか喋るのも一方的に喋って無言とかも嫌だし、俺もコメントある時だけ喋るよ。ボロンジさんなるほどね。うん、なんかねそれをね学んだの俺コトカの放送なんだよ。コトカと喋んないんだよ、ゲームやったりテレビ見てるだけなので、それで成り立ってるし彼女も生きていけてるから、あ、こういうスタイルでもいいんだなと思って、私はただ生活垂れ流してるだけだからって言ってた。ボロンジさんはどうも可愛いってことだなわら。いやいやそれは分かんないけど、それはわかんないけど、まあなんだろう、閲覧がゼロだったらね意味ないかもしんないけど、閲覧があるってことはまあ需要があるってことだからいいんじゃないの。見なくなるのが一番ダメだからね、見られなくなったらまあ終わりかなとは思うけど、見られてるうちは花だよ。ボロンジさんすごいことだよね、何かを期待して見てるってことだから。
いや、何か期待されても困るんだけどね。何か期待されても本当にただ単に普通に生きていけば一緒に生きていくっていう感覚だけどな。なんか普通でいいじゃんっていう。俺は本当になんか人生神様の目線でただ垂れ流されたいんだよね。もう見てって言って、で気に入ったら応援してっていう、で興味が湧いたら喋りかけてって、本当にそれだけ。何もないよ。ポンさんいいねを10個プレゼントしました。お、いいね、ありがとう。ポンさんハートを2個プレゼントしました。延長代ありがとう。ポンさんバーガーを5個プレゼントしました。ありがとう。コキンチハニさんパフェをプレゼントしました。おー、パフェありがとう。コキンちゃんありがとう。スライムさんどんどんハゲてきましたね。スライムさん同巨人のおばさんは？
さつきさんはドツ。はい、ワッツ。入ってもありがとう。じゃあ一旦放送終わりにします。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。